We are Wild Hunt! ということで、今回も質問企画やってまいりました。今日のターゲットは飯塚ルノです。イエーイ。来た。彼女は今、音楽を大音量で聴いていて、音が聞こえていません。それでは行こう。第1問、何て言うんですか。飯塚ルノ。ルーちゃん。ルータ。ネギトロ。それな。ああ、確かにネギトロの巻き寿司。玄米豚のメープル味。あと、パイナップル。なんかすごいスタバみたいな。あ、スタバ。ダークモカチップモカチーノ。うわー、濃いわ。濃いわ。濃いわ。ダークモカチップな顔してる。わかる。わかる。目がね、目が。あ、そうだよね。うん、甘いもの。うん。甘いもの好きですか。こんなところが変。ねえ。探し物をしてる時の勢いがすごい。何それ。どういうこと。物をなくした時にどこ行った、どこ行った。なるほど。勢いがすごい。そうなんですか。おぉ、よかった。こんなところが。あ、わかった。え、なんか急にキレイダンスを踊り始めた。あ、わかった。ダンスよ。はいはい。この人はレコーディングして歌歌ってる時も踊りながらレコーディングしてました。そうなんだ。マジずっとパレードはやめたって言いながら踊ってる。踊ってんねんつって。はい、次。はい、第一印象はダンスうま。え、それな。ダンスうまって思った。美人。結構目がはっきりしてる。目がはっきりしてるから、ちょっと心怖い。みんな怖いやん。みんな怖いって言う。もう怖くないです。最初に会った時と変わったところ。意外と優しかった。おい、意外と。何それ。最初さ、めっちゃ怖いイメージだったから。あ、でもなんかさ、なんか思ったより喋んなかったって。もっと超大人びてる性格かと思ったけど、思ったより可愛い。確かに。え、めっちゃ面白い。あれ面白い。サバサバ。意外と控えめでした。サバサバ。もっとさ、うちが言ったじゃんみたいな。と思ったら、めちゃくちゃ控えめ。ステージで一番輝いてる瞬間。これは個人的にユースの。あー、最初のね。最初の。確かに。なんか力強いよね、ダンス。力強い。かっこいい。芯があります。はい、ライブの時もかっこいい。この人ね、漫画好きなんで、漫画教えてください。はい、これを見たら教えてね。はい、ということで、以上、飯塚ルノコーナーでした。イエーイ。イエーイ。いっぱい質問したけど、どうでした。質問されて。いや、そうですね。難しい質問も多かったんですけど、オンエア見てください。はい、めっちゃ気になりますなんて言われてたから。飯塚ルノでした。バイバイ。バイバイ。あ、しゅうちゃい。